こんにちは。今日の講義は書籍、忙しくてもパパッと美味しい平凡ご飯です。この本は YouTube で人気の平凡な夫婦が初めて出版したレシピ本で、共働き夫婦の視点から考案された時短で簡単なレシピが特徴です。この本にはなんと247品ものレシピが収録されています。メイン料理から副菜まで幅広い種類の料理が網羅されているのが特徴です。特筆すべきは使用する材料がとても身近なものばかりだということです。特別な食材を買い足す必要がないので、普段の買い物で揃えられる食材だけで作れる点が魅力的です。またこの本のレシピは工程がシンプルで失敗しにくいものが多く含まれています。料理が苦手な人や忙しくて時間がない人でも簡単に作れるように工夫されているのです。本書の構成は3つの章に分かれています。第1章は平凡だけど結局一番うまい定番おかずです。ここでは毎日の食卓に欠かせない定番料理のレシピが紹介されています。例えば肉じゃがや親子丼といった日本の家庭料理から、ハンバーグやオムライスなど誰もが好きな料理のレシピが載っています。これらの料理は見た目は平凡かもしれませんが、実はとても美味しく何度も食べたくなる魅力があります。第2章は繰り返し食べたくなる野菜たっぷりおかずです。この章では野菜を主役にしたレシピが多く紹介されています。野菜は健康に良いことは分かっていても、毎日の献立に取り入れるのが難しいと感じている人も多いでしょう。しかしこの章のレシピを参考にすれば、美味しく野菜を食べられるようになります。例えばレンジで簡単に作れる蒸し野菜や野菜炒めの新しいアレンジなど、野菜嫌いの人でも食べやすいレシピが満載です。第3章は副菜にもおつまみにもなる最強の一品です。この章ではメイン料理に添える副菜やお酒のおつまみにもなる料理のレシピが紹介されています。例えば簡単に作れるけれど見栄えのする前菜や、あと一品欲しい時に役立つ小鉢料理など、バラエティ豊かなレシピが載っています。これらのレシピは普段の食事はもちろん、来客時やパーティーなどにも活用できる便利なものばかりです。この本の特徴的な点は、各レシピに時短ポイントが記載されていることです。例えば下ごしらえの時間を短縮する方法や調理時間を効率的に使うコツなどが紹介されています。これらのポイントを抑えることで、忙しい日でも手早く料理を作ることができます。またレシピによってはアレンジ例も記載されており、同じ料理でも少し材料を変えることで違った味わいを楽しめるようになっています。本書の人気は発売前から高く、発売前に重版が決定するほどでした。さらに発売からわずか4日でスピード重版されるなど、多くの人々から支持を得ています。 Amazon での評価も 4.4 点と5点満点中の高評価を獲得しており、実際に購入した人々からも好評を博しています。この本が支持される理由の一つは、著者である平凡な夫婦の親しみやすさにあります。 YouTube での活動を通じて多くの視聴者から支持を得ている彼らの人柄が本書にも反映されています。レシピの説明もまるで友人が教えてくれるような親しみやすい文体で書かれており、料理初心者でも気軽に挑戦できる雰囲気があります。またこの本は単なるレシピ本にとどまらず、現代の忙しい生活を送る人々の食生活をサポートする役割も果たしています。毎日の献立を考えるのに悩む人や、時間がなくて料理を諦めがちな人にとってこの本は大きな助けとなるでしょう。シンプルで作りやすく、かつ美味しいレシピを通じて毎日の食卓を楽しみにできるよう工夫されているのです。さらにこの本の魅力はレシピの多様性にもあります。和食、洋食、中華と幅広いジャンルの料理が紹介されているので、飽きることなく様々な料理を楽しむことができます。また季節の食材を使ったレシピも含まれているので、1年を通して使える実用的な一冊となっています。本書に掲載されているレシピは、著者である平凡な夫婦が実際に日々の生活の中で考案し改良を重ねてきたものです。そのため理想的な味や見栄えを追求するだけでなく、実際の家庭で再現可能かどうかという点も重視されています。例えば調理時間や使用する調理器具の数を最小限に抑えるなど、現実的な制約を考慮したレシピ作りがなされています。また
この本では栄養バランスにも配慮がなされています。忙しい毎日の中でついつい偏った食事になりがちですが、本書のレシピを活用することでバランスの取れた食事を簡単に実現することができます。例えば主菜と副菜の組み合わせ方や一皿で栄養バランスの取れた料理の作り方なども紹介されています。本書の特徴的な点として各レシピにコスト目安が記載されていることも挙げられます。これにより予算を考慮しながら献立を立てることができ家計の管理にも役立ちます。また食材の無駄を減らすためのアイデアも随所に盛り込まれており、エコな料理作りにも貢献しています。さらにこの本では食材の保存方法や作り置きのコツなども紹介されています。これらの知識を活用することで買い物の頻度を減らしたり平日の調理時間を短縮したりすることができます。例えば週末にまとめて下ごしらえをしておくことで平日の夕食作りが格段に楽になるといったアイデアが紹介されています。本書の魅力の一つはレシピだけでなく料理に関する基本的な知識や技術も学べる点です。例えば包丁の正しい持ち方や効率的な野菜の切り方、調味料の配合のコツなど料理の基本となる情報が随所に散りばめられています。これらの知識は本書のレシピを作る際だけでなく普段の料理全般に活用できる貴重な情報です。またこの本では食材の選び方やスーパーマーケットでの効率的な買い物の仕方なども紹介されています。これらのテクニックを身につけることでより質の高い食材を適切な価格で購入できるようになり、結果として料理の質も向上します。本書の特徴的な点として失敗しないためのポイントが各レシピに記載されていることも挙げられます。これは著者が実際に料理を作る中で気づいた注意点やよくある失敗とその対処法をまとめたものです。これらのポイントを抑えることで初めて作る料理でも失敗せずに美味しく仕上げることができます。さらにこの本では季節や行事に合わせたレシピも紹介されています。例えば暑い夏に食べたくなる冷たい麺料理やクリスマスやお正月などの特別な日に作りたい料理のレシピなども含まれています。これにより日々の食事だけでなく特別な日の食卓も本書一冊でカバーすることができます。本書の魅力は単に料理のレシピを紹介するだけでなく食生活全体をより豊かにするためのアイデアが詰まっている点です。例えば残り物を活用したリメイクレシピや同じ食材を使って異なる料理を作る方法など食材を無駄なく使い切るためのアイデアが満載です。これらの知識を活用することでより経済的で環境にも優しい食生活を送ることができます。またこの本では調理器具の選び方やキッチンの整理整頓のコツなども紹介されています。これらの情報は効率的な料理作りを実現するだけでなくキッチンでの作業をより楽しくするためにも役立ちます。例えば必要最小限の調理器具で多様な料理を作る方法や限られたスペースを最大限に活用するための収納アイデアなどが紹介されています。本書の特徴的な点として各レシピに作り置き可能期間が記載されていることも挙げられます。これにより計画的に料理を作り置きすることができ忙しい日々の中でも栄養バランスの取れた食事を継続的に取ることができます。また作り置きした料理をアレンジする方法も紹介されており、同じ料理でも飽きずに楽しむことができます。さらにこの本では一人暮らしの人向けのアドバイスも含まれています。例えば少量でも作りやすいレシピや一人分の食材を無駄なく使い切る方法などが紹介されています。これにより家族向けのレシピが多い他の料理本とは異なり、様々な生活スタイルの人々に対応できる実用的な一冊となっています。本書の魅力は単に料理のレシピを紹介するだけでなく食を通じて生活全体をより豊かにするためのヒントが詰まっている点です。例えば家族や友人との食事を楽しむためのアイデアや食事の時間を通じてコミュニケーションを深める方法なども紹介されています。これらの知識を活用することで食事の時間がより充実したものになり日々の生活の質も向上することでしょう。またこの本では食育の観点からも興味深い情報が提供されています。例えば子供と一緒に楽しめる簡単なレシピや
食材の栄養価や旬について学べるコラムなども含まれています。これらの情報は子育て中の家庭にとって特に有用で、子どもの食への興味を育むきっかけにもなるでしょう。本書の特徴的な点として、各レシピにアレルギー対応の情報が記載されていることも挙げられます。これにより、食物アレルギーを持つ人でも安心して料理を楽しむことができます。また、アレルギー対応の代替食材や調理法なども紹介されており、家族や友人の中にアレルギーを持つ人がいる場合でも、同じ料理を楽しめるよう工夫されています。さらに、この本では食品ロスを減らすためのアイデアも多く紹介されています。例えば、野菜の皮や茎など、普段捨ててしまいがちな部分を活用したレシピや、賞味期限の近い食材を美味しく使い切る方法などが紹介されています。これらの知識を活用することで、より環境に配慮した食生活を送ることができます。本書の魅力は、単に料理のレシピを紹介するだけでなく、食を通じて健康的な生活習慣を身につけるためのヒントが詰まっている点です。例えば、バランスの取れた食事の組み立て方や、適切な食事量の目安なども紹介されています。これらの知識を活用することで、長期的な健康維持につながる食生活を実践することができます。また、この本では食材の選び方や保存方法についても詳しく解説されています。例えば、旬の食材の見分け方や、食材の鮮度を長持ちさせるコツなどが紹介されています。これらの知識は、より質の高い料理を作るだけでなく、食材の無駄を減らすだけでなく、家計の節約にもつながります。この本では、食材の使い切りレシピも多数紹介されています。例えば、野菜の茎や皮を使った美味しい料理や、余った食材を活用した創作料理など、アイデア満載です。これらのレシピを活用することで、食材を最後まで美味しく使い切ることができ、家計にも優しい料理生活を送ることができます。また、本書では調理時間の目安も各レシピに記載されています。これにより、その日の予定や気分に合わせて適切なレシピを選ぶことができます。例えば、15分以内で作れる超時短レシピや、じっくり時間をかけて作る本格レシピなど、様々な時間帯に対応したレシピが紹介されています。さらに、この本では調理器具の活用法についても詳しく解説されています。例えば、電子レンジやオーブントースターを使った時短レシピや、圧力鍋を使った柔らかお肉料理など、様々な調理器具を効果的に活用するテクニックが紹介されています。これらの知識を身につけることで、より効率的で美味しい料理作りが可能になります。本書の特徴的な点として、各レシピにカロリー表示が記載されていることも挙げられます。これにより、健康や体型管理を意識している人でも、安心して料理を楽しむことができます。また、同じ料理でもカロリーを抑えるアレンジ方法なども紹介されており、ダイエット中の人にも配慮されています。また、この本では食材の栄養価や効能についても詳しく解説されています。例えば、各食材に含まれるビタミンやミネラルの種類、それらの栄養素がもたらす健康効果などが紹介されています。これらの知識を活用することで、より意識的に栄養バランスの取れた食事を作ることができます。本書の魅力は、単に料理のレシピを紹介するだけでなく、食を通じて生活の質を向上させるためのヒントが詰まっている点です。例えば、食事の時間を楽しむためのテーブルコーディネートのアイデアや、家族や友人との会話を促進するための食卓演出法なども紹介されています。これらの知識を活用することで、食事の時間がより豊かで充実したものになることでしょう。さらに、この本では食文化や食の歴史についても興味深い情報が提供されています。例えば、各料理の由来や、地域によって異なる調理法の違いなどが紹介されています。これらの知識は、料理をより深く理解し、楽しむための一助となるでしょう。本書の特徴的な点として、各レシピに難易度が記載されていることも挙げられます。これにより、自分の料理スキルに合わせて適切なレシピを選ぶことができます。また、難易度の高いレシピには、ステップアップのためのアドバイスも記載されており、料理スキルの向上を目指す人にも配慮されています。また、この本では食材の代替案についても詳しく解説されています。例えば、アレルギー対応や好み、
季節によって入手困難な食材の代替案が提示されています。これによりレシピの応用力が身につき、より柔軟な料理作りが可能になります。本書の魅力は単に料理のレシピを紹介するだけでなく、食を通じて生活全体をより豊かにするためのヒントが詰まっている点です。例えば食事を通じたコミュニケーションの取り方や食事マナーの基本なども紹介されています。これらの知識を活用することで食事の時間がより有意義なものになり、人間関係の構築にも役立つことでしょう。さらにこの本では環境に配慮した料理作りについても触れられています。例えばエネルギー効率の良い調理法や食品ロスを減らすための保存テクニックなどが紹介されています。これらの知識を実践することでより持続可能な食生活を送ることができます。本書の特徴的な点として各レシピにアレンジ例が記載されていることも挙げられます。これにより同じ料理でも飽きずに楽しむことができ、料理の幅が広がります。またこれらのアレンジ例は残り物の活用や季節の食材の取り入れ方など実用的なアイデアが満載です。またこの本では食事と健康の関係についても詳しく解説されています。例えば特定の栄養素が体に及ぼす影響やバランスの取れた食事が持つ予防医学的効果などが紹介されています。これらの知識を活用することで食事を通じてより健康的な生活を送ることができます。本書の魅力は単に料理のレシピを紹介するだけでなく、食を通じて生活全体をより豊かにするためのヒントが詰まっている点です。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。
テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。